大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ。大乱闘スマッシュブラザーズデラックス。大乱闘スマッシュブラザーズデラックスは、春研究所開発、任天堂発売の任天堂ゲームキューブ、専用ゲームソフト。2001年11月21日に発売。大乱闘スマッシュブラザーズシリーズの第2作目。略称は、スマブラデラックス、スマデラ。任天堂オールスター。 大乱闘スマッシュブラザーズの続編である。前作の副題であった、ニンテンドーオールスターが、今作より削除されたが、オープニングムービーの序盤にこの文言が表示される。ニンテンドーオールスター。大乱闘スマッシュブラザーズ発売直後の1999年の時点から企画は進行しており、2001年5月17日から19日に開催された E3 で、 初公開され、2001年11月21日に日本で正式に発売された。情報公開には雑誌での掲載とほぼ同時に速報スマブラ県という形で開発リーダーであるディレクター桜井正宏自らが公式サイト上で情報を公開するという形が取られており、この宣伝手法は次回作の大乱闘スマッシュブラザーズ X にも引き継がれた。 このソフトの初週推定販売本数が約35万本に対して発売以前のゲームキューブの推定販売台数は約30万台であった。最終的な売り上げ本数は推定約151万本でありゲームキューブ専用ソフトとしては最大かつ唯一のミリオンヒットとなった。前作はニンテンドーキャラクターのオールスターというテーマが 受け入れられるか発売まで分からず、テーマ自体が後付けだったというのもあり、必要最低限のみであったが、前作の実績、評価に伴って、今作では可能な限り様々な任天堂のゲームを盛り込んだより、オールスター要素の強いものとなった。詳しくは後述のキャラクターやフィギュアなどを参照。ゲームシステムとしては、前作の延長線として制作されており、 前作を遊んで内容に慣れたプレイヤーでも手応えを持てるような内容となっている。具体的には、細かで複雑なものを含めて、システムやテクニックなどの大幅な増加、全体的なゲームスピードテンポの高速化、工述するような高難易度の一人用モードなどがあり、全体として熟練者、マニア向けの仕様となっている。一方、そのため、 初心者から熟練者まで多くが楽しめるという本来の大乱闘スマッシュブラザーズのコンセプトを損なったという面もあり、桜井正宏ディレクターは後に日々マニア向けの仕様になっていく対戦型格闘ゲームへのアンチテーゼとして作られたはずのスマブラだったというのに、これでは本末転倒ではないか、と今作に対する反省を述べている。ただし、開発当時は、 そのように作っていた意図はなく、あくまでより多くの人が楽しめるようにという前作と同様の理念で制作されており、振り返ってみたらこのような結果となった。また、この反省が続編、大乱闘スマッシュブラザーズ X においてのコンセプトや仕様の見直しに反映された。本作はゲームキューブ用への開発に決定してからは、 新ハード普及のためのキラーソフトとなるべく制作されており、実際にも上記のようにゲームキューブ初期のハード普及において多大な功績を残している。だが、開発者サイドからは、制作状況は過酷を極めたといい、ゲームキューブ発売初期に間に合わせるという短い制作期間、原作者サイド多数からの協力と期待、キラーソフトになり得る作品にしなくてはならないという、 責務などからその労力と責任感は並大抵ではなかったという。特に葬式を取る桜井ディレクターは多忙を極め個人作業となるゲームデザインから開発スタッフ全体の監修、途中からは速報スマブラ県の制作式や同ホームページのアンケートコーナーへの対応などまで担当していた。開発が行われた13ヶ月間は 日曜祭日や年末年始を含めて休暇を一切入れず、徹夜も相当に続けての不眠不休業態だったと明かしている。また発売日に間に合わせるため、当時任天堂の経営企画室長で後に社長となる岩田聡氏が直接コードレビューやデバッグを手伝うほどの状況だった。本作での参戦キャラクターは前作のような各シリーズ作品の 主人公級キャラクターに加え、ピーチやクッパ、ゼルダ、レトロゲームからのアイスクライマーや、ミスターゲームウォッチ、人気ポケモンである、ミュウツーなど、独特の操作感覚を持たせたキャラクターを揃えている。隠しキャラクターとしてマルスと、発売前のタイトルからロインが登場するが、ファイアーエムブレムのキャラクターなどに関する権利は、インテリジェントシステムズと行動で有しており、このゲームに関連した、 著作物の著作権表示の中にインテリジェントシステムズが含まれているものと含まれていないものがあるが、これはファイアー m ムブレム関連のキャラクターが登場しているか否かに関係している。Fire m ブレムシリーズはこれまで日本国内でのみ販売してきたため海外版では外す予定だったが、海外での評判が良かったため海外版でもそのまま登場することになり、これは後に 同シリーズが海外向けに発売されるようになるきっかけともなった。また、隠しキャラクターの中には、モデル界キャラというカテゴリーのキャラクターが存在する。これは、他のキャラクターモーションをそのまま流用した上で、調整を加えることで、新たに外見や操作感が異なる別キャラクターとして制作したものであり、今作は開発期間が短く、 その際少しでも登場キャラクターを増やす苦肉の作として用いられた。制作手法のため、マリオに対してドクター・マリオやホックスに対してファルコといった基本的にモデルとなったキャラクターに関連したキャラクターが制作されている。唯一の例外ががノンド・ロフで原作が異なるキャプテン・ファルコンのモーションを流用している。これは二人の体型や頭身がよく似ていたり、 ガノンドロフの人気が高かったことなどといった都合の良い条件が偶然重なったためである。なお、この制作手法は続編シリーズでも用いられることとなり、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルではダッシュファイターとして故障が改められることとなった。前作のキャラクター数は12体だったが、今回は総勢25体で2倍以上となった。 前作に登場したキャラクターはすべて残されている。本作では前作の任天堂のキャラクター、世界観を集めた唯一のゲームというテーマを変え、任天堂が辿ったゲームの歴史を楽しませるという役割を持たせるため、任天堂のゲームキャラクターを立体化したフィギュアが登場している。これに関連して、本作に登場するキャラクターはフィギュアにイメージを 吹き込まれたものという設定が加えられるとともに、スマブラの世界観設定がなされ、敵キャラクターにも、想像の右手、破壊の左手、イレギュラーな存在などのストーリーが持たされている。この世界観は、本作以降も採用されている。プレイヤーキャラクター、初期キャラクターこの項目では、最初から使用可能なキャラクターについて述べる。隠し、 キャラクター謎の雑魚的軍団使用不可能。初代スマブラの謎の雑魚的軍団とは別物。スマブラ X に登場する謎の雑魚的軍団とも別物。名称はフィギュアでの名称。ボスキャラクター一人でプレイするモードの最後で登場するキャラクター。マスターハンドはバグ技で使用可能だが乱闘で1位になるとゲーム自体がフリーズしてしまう。 クレイジーハンドギガクッパは使用不可能。ポケモン使用不可能。モンスターボールを投げるとモンスターボールからランダムで登場する。伝説ばかり登場するイベント戦もある。1P モードや対戦をするとゲーム独自のコインが手に入るようになった。このコインはいろいろな場面で使用する。1P モードでストックがなくなりゲームオーバーになった時に コンティニューしたければいくつかのコインを使わなければいけない。なお、もらえるコインの枚数はスティックを弾き入力した回数で決まる。本作の一人用には3種類のメインゲーム、イベント戦と競技場からなる4種類のサブゲーム、トレーニングモードが用意されている。レギュラー戦イベント戦競技場スマブラのシステムを利用して別の楽しみ方ができるモード。大乱闘通常の対戦モード。 前作にあった時間性乱闘、ストック性乱闘に加え、コイン性乱闘、評価性乱闘という二つのルールが追加された。いずれも撃墜数が勝敗に直結するとは限らない特殊なものとなっている。対戦条件は前作よりもさらに詳細に設定にできるようになっており、吹っ飛ばし率の変更や前作で隠し要素だったアイテムスイッチの他にもなどが含まれている。 また、新たに、名前の登録のシステムが登場した。名前を付けて戦うと、対戦中キャラクターの頭上に登録された名前が、表示され、各、名前ごとに対戦成績やコントローラーの振動機能の、ON、OF が記憶されるようになった。スペシャル乱闘基本の対戦モードとは趣向を変えた、バラエティ要素の高いモード。このモードにおける、撃墜数、落下数、 試合回数などの各記録は保存されない。トーナメント乱闘トーナメント形式での大会方式や勝ち抜け、負け抜けによるゲーム側からのプレイヤーの指定など5人以上のプレイヤーがいる場合でも円滑に対戦を進めることができるようマッチングするという機能が追加された。トーナメント乱闘のみプレイヤーキャラクターにメタモンを選ぶことができる。といってもメタモンを使えるわけではなく キャラクターがランダムに決定されるだけである。任天堂のコンピュータゲームに登場したキャラクターたちを立体化したフィギュアをゲーム内で収集することができる。フィギュアには比較的新しいゲームキューブや任天堂64、スーパーファミコンのキャラクターはもちろん、カモやモトクロッサー、タマゴンなどのファミコンのキャラクターも登場する。基本的にはフィギュポンというコインを入れると フィギュアが入手できる、カプセルトイに似た機械を使って入手できる。また、一人用のレギュラー戦でもボーナスゲームやアイテムとして入手できる。中には特定の条件を満たすことで入手できるフィギュアもある。また、フィギュアには、シークレットフィギュアという通常プレイのゲーム中では、絶対に手に入らないものが存在し、マントマリオヨッシーと、 マスクを脱いだサムスというフィギュアが公式大会などで配布された。コントローラの振動機能や、デフリッカーの ON、オフ、サウンド設定の調整などを行うことが可能。セーブデータの消去も、前作と同様にこのモードで行う。ゲーム中の記録が詳しく記録されるようになり、本体の起動回数、総起動時間はもちろん、攻撃ヒット率や地上を歩いた距離なども見ることが、 できる。言語設定の変更で、英語の選択が可能。新たなテクニックが多数登場し、例としては以下のようなものなどがある。ほとんどは X にも引き続いて搭載されている。その他にも、本作独自のテクニックとして、小ジャンプ、またはジャンプして地上に着く寸前に、斜め下方向へ空中緊急回避を行うことで発生し、 キャラクターが地面を滑るように移動するぜというテクニックがある。これを利用できれば滑っている途中にスマッシュを出せたり相手の方向を向きながら相手と逆の方向に移動できたりとキャラクターの動きに大きく自由度を持たせることができる。また一部のキャラクターではこれを高速で連続して行った方が走るよりも早く移動できたりもする。前作と名称が同じであったり 似たような形状を持っているものもあるが、基本的には、ステージは、前作から一新されている。本作では、原則出展となるシリーズごとに、表ステージと裏ステージの2つのステージが存在しており、出展となるシリーズも増加したため、総ステージ数は、前作の9から29と大幅な増加となった。その中には、前作では、カズト用専用であった、デュエルゾーン、 終点、そして前作から3つのステージが再登場した9ステージが含まれている。ここに書かれたもの以外に、ファイアーエイムブレムより、アカネエア大陸、アイスクライマーより、山頂のステージが作られる予定であったが、没になった。また、ポケモンの裏ステージは、ポケットモンスター金、銀の、まだつぼみの塔になる案があったという。一部のステージでは低確率で、 BGM が別のものに変化する裏音楽が用意されている。この仕様は、大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンド 3DS の全ステージにも採用された。ステージ一覧に一部のステージは、大乱闘スマッシュブラザーズ X、大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンド 3DS、b U、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルにも収録されている。以下は、 本作で追加されたアイテムについて記述する。前作のアイテムはほぼすべて続投されているが、バンパーのみ登場していない。2002年8月27日に、東京文化会館大ホールにて、大乱闘スマッシュブラザーズデラックス、オーケストラコンサートが開催された。演奏は新日本フィルハーモニー公共楽団。司会は、桜井ディレクターと、大本真希子が担当。 入場料は3000円だった。後に雑誌ファミツーキューブアドバンス2002年12月号の付録として演奏部分のみをまとめて CD 化された。アンコールまでの全15曲を完全収録しており、あくまで付録ということで雑誌の値段はそのままという非常に良心的な設定ではあったものの、現在では入手は非常に困難である。海外でも雑誌、 ニンテンドーパワーやオフィシャルニンテンドーマガジンの付録として収録された。英語版、ウィキペディアの当該項目も参照。発売前のフィギュポ本のスクリーンショットには隠しキャラクターであるルイージとガノンドロフのフィギュアがすでに登場していた。ルイージに関してはわざと登場しないかのような紹介がなされており、この理由に関しては後に出るか出ないか発売まで楽しめるのではないかと。 プレイヤーがゲームに慣れてから登場することによってマリオとの能力差を実感してほしいという考えからだと述べている。新規キャラクターに関しては前作 N64 版スマブラ県で行われた企画スマブラ2があるとしたら出てほしいキャラの影響を強く受けておりクッパとピーチが登場したのも企画において1位と2位だったためである。 前作に登場したキャラクターはすべて登場しているが、ネスは当初、マザーさんの主人公に変更される予定で、プリンは降板させる案もあったのだという。登場案があったが没になったキャラクターは、マザーさんの主人公、リュカとマリオシリーズのワリオが判明している。リュカは、ニンテンドウ64版、マザーさんの開発中止のため、ワリオはすでに、 マリオシリーズのキャラクターが多数登場を決定していたため優先して除外したためだという。両、キャラクターとも続編、大乱闘スマッシュブラザーズ X では改めてプレイヤー出演を果たした。発売同年公開された映画、劇場版ポケットモンスターセレビージを超えた遭遇では上映前の広告として本作の紹介映像が流れていた。開発よび、 デバッグの期間が短かったためバグが多数発見されており、競技場のターゲットを壊せ、や、100人組手は明らかに低い記録が新記録として上書きされてしまうホームランコンテストは、あまり長距離に飛ばしすぎると測定不能扱いにされてしまうといったものなどが確認されている。フィギュア名ーでのキャラクター解説文は、一部誤ったものも存在しており、スマブラ県。 のアンケート集計権でユーザーからの指摘を受けたこともある。例として、クラップトラップの代表出演作の欄に実際は登場していないスーパードンキーコングさんが書かれているといったものがある。名前の登録の画面でお任せにした場合に表示される名前のバリエーションは100種類以上あり、ほとんどが食料品か、過去の任天堂のゲームに登場したキャラクターの名前と、 なっている。中には、セガガや、ソニック、ボコチョなど任天堂以外の会社を元ネタとした名前も存在する。英語版のものは日本語版でも言語設定をイングリッシュにすればほとんどを確認することができる。キャラクターやステージなどの名前が一部変更されている。プリン各国におけるわけ。英語版ではジグリー・パフ、クッパバウザー、ドンキー・コング・リー・系などがある。 また、アイスクライマーは、二人組なのでアイスクライマーズとなり、キャラクター選択時における掛け声のイントネーションが異なる。海外版における発音が英語として正しいものである。アドベンチャーモードで登場する、アイスクライマーからのザコ的、トッピーは、海外版では、アーケード版、VS、アイスクライマーに登場した、同能力のザコ的のグラフィックに変更されている。これは、 海外版、アイスクライマーではこのグラフィックが用いられているためで、ある。フィギュアメーカーの登場作品の欄が一部アメリカ仕様になる。本文の内容が変化するものもあり、例えばサムスは日本版フィギュアでは老い立ちは不明とされているが、英語版では子供時代の詳細が記されている。北米未発売ソフトのとあるキャラクターのフィギュアは、北米版においては、 削除されている。ホームランコンテストの飛距離や距離に関する項目がメートル法からヤードポンド法に変わる。キャラクターへの声援が一部キャラクターで異なる。例としてマリオなどへの声援は日本版、海外版とも海外で録音したものだがキャプテンファルコンなどへの声援は日本と海外では全く別のものである。全体の傾向として 日本版専用の声援は明るい上がり、口調だが、英語版では低い声で、全体的に暗いコールが送られる。桜井ディレクター曰く、当初は海外版の音声で統一する予定だったのだが、送られてきた音声の雰囲気があまりに日本ユーザーの価値観にそぐわないものだと判断したため、一部を日本版開発スタッフの音声で録音し直したのだという。ありがとうございます。